おはよう。もう朝だよ。ほら、起きて。ぐっすり寝てたね。寝顔、相変わらず可愛かったよ。何？弟をちゃんと起こすのはお姉ちゃんの仕事でしょ？寝るときはちゃんと寝つくまでそばにいるし。そうやって今まで過ごしてきたでしょ？ 弟のこと大事にしてくれるお姉ちゃん、そうそういないよ。最近本当に冷たくなったよね。冷たい態度取られるこっちの身にもなってほしいよ。本当に。そういえば、彼女ができたんだね。この前の週末にデートしてたでしょ。前の日からなんかそわそわしてるなーって思ってさ、気になって、後つけてみたんだ。彼女か。昔は大きくなったらお姉ちゃんと結婚するんだって口癖みたいに言ってたのに。それがこんなにそっけなくなっちゃって。嘘つき。ねえ、私のこと嫌い？好き？でも彼女は作るんだ。私が言いたいのは、私のことを恋愛対象として見られるかっていうことだよ。そのままの意味だよ。もっと噛み砕いて言った方がいい？お姉ちゃんとしてじゃなくて、一人の女性として見ていてほしいの。言っとくけど、私は今まで無理やりいいお姉ちゃんを演じてただけだよ。自分でも不憫だなって思うよ。もしも君が弟じゃなかったら、そしたら、普通の恋愛ができたのかな？ でもね、君が弟でよかったこともあるんだ。寝顔は見放題だし、ご飯を口いっぱいに頬張ってる姿も見放題。君の汗が染みた洗濯物と私の洗濯物を一緒に洗えるし。君が入った後のお風呂に入るなんて、彼女もしたことないんじゃない？どうしたの？そんな驚いた顔して。自分がそういう対象として見られてるってこと、もしかして、今まで気づかなかった？私の部屋に来てみなよ。こっち来て。ここ、私のクローゼットの中。今まで私の部屋に入ったことはあるよね。クローゼットがあるのに洋服が全部ベッド脇のタンスに入ってること、不思議に思わなかった？ 何が入ってると思う？開けてみて。ほら、ためらわないで。開けて。ちゃんと見て。ここにはね、私のコレクションがいっぱい詰まってるんだ。こっちの大きな袋に入ってるのは、
君が捨てたペットボトルの山。それから、あれは君が捨てようとした T シャツや下着類。特にこの T シャツがお気に入りなんだ。ほら、最近までよく着てたでしょ？だから、このシャツが、君の匂いが一番染みついてるの。君は今、私のことをおかしいって異様なものを見るような目で見てるけど、私にとってはこれが普通なんだよ。君のことが好きって気づいてからずっと気持ちを隠してきた。誰にも言えなかった。こうやってこそこそ君のものを集めて、クローゼットをいっぱいにすることでしか満たされなかった。今だって、君がこんなに近くにいるのに、キスさえできない。辛いんだよ。辛くて辛くて、おかしくなっちゃいそう。だから、そんな目で、私のこと見ないで。そろそろご飯にしよっか。お腹も空いてきたしね。何が食べたい？好きなもの何でも作るよ。じゃあ、すぐに作るから、ちょっと待っててね。それから、今日会ったこと、絶対内緒にしてね。わかった？